高松の宮記念杯決勝、ついに長かった6日間の集大成、ここに極まりましたね。今節にね、合わせて上位の選手たち、かなり力をね、さらにつけてきて、そしてね、この決勝のメンバー、まあ、ほんと決勝にふさわしいメンバーだと、私もね、思っております。さあ、まず、近畿からは、脇本選手、南選手、古性選手。この3人、脇本選手が前を引く、近畿の3者。そして同じく、南関東からは、郡司選手、北井選手、和田まくる選手と、ここの強力な3人が、ラインを組んで戦うというところ。新山選手の後ろに、桑原選手と、地区は違えど、ここはね、桑原選手が、新山選手の後ろを回るというね、即席ラインの2者。そして短期は関東、小林、大勢というところで、まあ短期踏まえた3分戦となりました。さあ、まず注目するべきは、南関東ですね。北井選手が番手に入っている。郡司選手が前を引く。これの意味するところは、一つ、グランプリに向けて、期待を勝たせるというね、もう意図が、もうかなりのね、もう、期待を勝たせてグランプリで前を引かせようとする難関の意図がかなり強く現れたこのライン形成ですね。そこが一番注目されるところかなと思います、このレース。それに対しての近畿3社、即席ラインの2社、短期どう動くかというところでね、展開を推理していきたいと思います。まずスタートですが、ここは新団選手の番手入った桑原選手、これはそうですね、新団選手の後ろ、まあ地区が違うので、ここはおそらくスタート何かね、まあスタート仕事するから、前取れたら新団選手にお願いしたいというね、まあ意図でもあるのかなという考えで、そう考えると、まあ前を取って新団選手前行きにさせて動きやすくさせるっていう意図があるとすれば、前取ってくるのが桑原選手、そこに新団選手が前に入っての新団選手の前受け、そしてここは郡司選手も北井選手を勝たせるならば、できるだけ前欲しいと思いますので、なるべく前出るようにして出てくるのかなと思います。それに続いて小林大成選手もその流れに乗って出てくると、難関が中段にはまってくる形になって、難関の3者後ろに小林大成、短期が1人、そして後方近畿の3者はまあ特段ね、足を使わずにスタートね、出るかなと思います。私の並び予想はこんな感じでね、今回予想してみました。さあ、この流れですね。青番周回入ってきて、後方に近畿3社の動きっていうのは、そうですね、まずここ、一旦ね、もう決勝戦、ここはかなりシビアな動き、慎重にね、各選手たち動きたいとね、思うと、後ろに行った脇本雄太は、ここは一旦様子見るかなと思います。で、郡司選手ですね。難関の前を引く郡司選手。ここも、前に新山がいるなら、警戒するのは脇本雄太のところ。ここですね。まあ、ここ脇本が早く行ったとしても、やはりね、脇本選手の先行策っていうところも考えると、難関3者きつくなると思うので、出てきたところに合わせて、郡司選手も飛び出ると思うんですが、まあ、ここは慎重に、まずね、レースを見て、郡司選手もね、後ろ警戒しながら走ると思います。で、新山選手も前で誘導残したまま、後方確認しながらね、ゆっくりと進んでくるかと思います。さあ、レースが動くのはじゃあどこなんだというと、2コーナー抜けたところでしょう、おそらく。ここね、脇本選手がもうここで来なければ、郡司選手が中段からね、新山選手を一気に叩き散って、後方のね、脇本選手を追い詰めてくるというね、流れに出るかなと思います。さ、なかなかね、中段から前に行くなんていう発進の仕方はなかなかレースではないんですが、あまりない展開なんですが、ここをやはり北井選手をグランプリに乗せるなら、とにかく、もう新団と踏み合ってでもいいから、前を掘る作戦に出ると思います。で、この動きに新団選手も、一旦ちょっと突っ張るかなと思うんですが、郡司選手はもう北井選手を勝たせればいいだけなので、もうとにかくハイスピードだと思うと、一旦、さすがの新団もまくりに構えて後方、風を、難関に切ってもらって、まくりに構えるかと思います。で、後方に脇本選手がそうなると置かれて、少し近畿3社が後方置かれた流れでピンチになってくる。4コーナー過ぎて上がっていくものの、郡司選手のスピードを落とさず、もう目一掛けという流れでね、進めると思います。さあ、こうなればですね、脇本選手はもう苦しい。
2個は抜けたとあたりでもうちょっとギブアップかなと思うと故障選手がここ代わりに切り替えてくるかなと思うとこですが、シンダン選手もグニ選手ね、まあバックストレッチあたりでさすがにね脇本選手を潰したところまでが限界かと思います。そういったところを見かねてシンダン選手もなるべく早めにね仕掛けてくるのかと思いますので、大選手の番手発進に合わせてね後方からシンダン選手も上がってくる流れで、切り替えた故障選手はちょっと最後方から苦しいですが、とにかくあとはねコース割って割ってという流れでね自在に機動力生かして前々とね上がってくるかなと思われますね。でコーナー最終コーナー入ったところでもう郡司選手はもう3コーナー入ったところではもうダメでしょう。さあ期待で選手は切り替えた、もうあと北選手はもうかけるだけですね。まあ現状ね最強の自力と言ってもいいぐらいのね競輪界屈指の積極先行型の自力タイプと言われるぐらいの期待選手の実力あるならば、郡司選手の後ろからね発進したらちょっとここ止めるにはきついのかなと思います。で和田マクル選手も追走手一杯だと思います。もう横の動きとかもできないでしょう。で新段選手がまくり追い込み決めてくる中、桑原選手は若干その後ろっていうか新段選手の後ろは怪しいですね。今とにかく新段選手ダッシュ力がちょっとね凄まじいですね。新田雄大選手とかね、まあその辺も後ろついてても離れてしまう、そういったねダッシュ力あるので、まあ新段選手も今絶好調というところを見ると、まあ新段選手だけが上がってくる状態でここね桑原選手はきつくなってくる。さあ切り替えた小翔選手ですが、おそらく短期でここからね最後切り替えて追い込んでくる小林選手のところをさばきながら上昇してくるんですが、やはり最後方から切り替えて内側をねどんどんコース見つけてさばいたりインをついてくるっていうのはちょっと期待選手が番手から発進した時した流れでのスピードでは小林大成選手あたり和田マクル選手届くかどうかという流れになってくるかと思います。さあ最終コーナー抜けたところ期待選手はとにかく郡司選手の期待に応えて期待勇気だけに1着というね、もう頭固定は期待勇気です。私はさあそうなってくると2着ですね。2着は普段は先行スタイルの新段選手ですが、ここはね郡司選手がとにかく先行策そこについて叩き合ったら新段選手にもね勝ち目はないというところで一旦引いたとこからのまくりが決まってくる。新山2着3着和田まくるが期待選手の後ろとにかく追走できているけど、新段選手にね最後ちょっと持ってかれそうなところなので和田まくる選手3着候補。そしてなんだかんだやっぱいつでもなんだかんだ3着ぐらいにはどんな状況でもいるのかなという小翔選手、とにかく切り替えたところでねないコースないコースとにかく割って割って割って入ってきてのギリ3着かというところの2点、今回はここですね。9、2、7、8、もうこの2点に今回ですね私が6日間じゃない、まあ5日間、今までライブ配信で得た収益すべてこの2つにね突っ込もうかと思います。おそらくね、今節ねまあライブ配信の方でもね私結構調子が良かったのでかなり、収益プラスになっているんですが、もうねここはもう期待選手に期待したい、そして新山選手にも期待したい、あとはなんだかんだ故障が一悪いけど3着に来ることを期待してのここに今回の収益分全部突っ込もうかと思います。おそらくギリギリ満車行くか行かないかのところかなとは思うんですが、まあそこをね大きな配当としてまあ取れればいいかなと思っております。さあまだねまあこれの他にもいろいろね展開いろいろ考えられると思うので、まあそういったところは今回動画ではなくねリアルタイム明日の配信でいろいろね考えていきたいかなと思いますので、お時間ある方はぜひ私のね配信の方に遊びに来ていただければなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。